人権担当理事の、ね、あのちょっとあの綾町の理事会長さんからあのちょっとまあその工事関係のことは別としてあのその流れの中でちょっとあのその差別的な発言があったという申し出を受けてますのでちょっと同席していただいてその部分についてちょっと工事のことは分かりませんのでその部分についてはちょっと同席させていただくということで会長の方からあのお話していただいてますのでちょっと同席させていただきます。はい、あの愛護町さんとか、まあ、いろいろ地域で工事があると思うんですけども、これから、まあ、愛護町さんの地域内で出る工事についてうちはちょっと入札を、まあ、辞退させていただきたいんですわということをお伝えに行かれたということですよね。そういうことですよね。